生人参ですね。そうそう、この香りは私もだから今みたいにね、焼酎つけてみたら面白いのかもしれない。うん、香りは本当朝鮮人参の優しいバージョンみたいな。そうですね、ちょっと優しい、癖がない、ちょっとない感じの、ヤギさん